発汗でのデトックスは全体の 5% もありません。なので、サウナやホットヨガ、岩盤浴はデトックスにほとんど意味がないんです。反対に尿や便という排泄によるデトックスはなんと全体の 95% も占めているんですよ。そしてこの時期デトックスに大活躍してくれる食べ物がスイカ。しかもスイカにはダイエットサプリにも含まれているある栄養素がたっぷりなんです。ということで今回の動画ではスイカの驚きの効果とおすすめの取り入れ方をご紹介していきます。最後には多くの人が吸ってしまっているあの部分を使った簡単で美味しいダイエットレシピもご紹介するので、ぜひチェックしてください。スイカの効果、一つ目です。デトックス効果。スイカの最大の特徴といえば、カリウムというミネラルがとっても豊富なこと。このカリウムには余分な塩分や水分を体の外へ排出効果があるので、むくみ解消に効果的なんですよ。私も今妊娠中で結構やっぱむくみやすくなってきたので、カリウムは非常に意識して取り入れております。加えて皆さんもよくご存知の通り、スイカには豊富に水分が含まれていますよね。実は体内の水分が不足すると体が危険を感じて水分を溜め込もうと働いてしまうんです。そのためむくみ解消のためには水分を取ることも重要なんですよ。また水分摂取は便秘解消にも欠かせないポイント。加えてスイカには便を柔らかくする効果のあるマグネシウムも豊富なので効率よく便秘解消ができます。さらにスイカには便秘解消に欠かせない食物繊維も豊富。これらのことからスイカはデトックスに最適な食べ物と言えますよね。スイカの効果2つ目です。ダイエット効果。甘いスイカにダイエット効果があるなんてびっくりしたという方もね、いらっしゃるのではないでしょうか。実はスイカにはウリ科の食べ物に特徴的なダイエット成分が含まれているんです。それはと言いますと、シトルリンという栄養素。あまり聞き慣れないかもしれませんが、サプリメントになるほど注目されているんですよ。このシトルリンは別名スーパーアミノ酸とも呼ばれて、血流を良くする効果がある栄養素です。そのため、スイカを美味しく食べるだけで代謝がアップして、ダイエットが進みやすくなるんですよ。また、血流が良くなることで、冷え、むくみ、動脈硬化などの予防効果も期待できます。ちなみに、むくみが落ちてから脂肪燃焼が進むと言われているので、デトックスもできて代謝もアップするスイカは、ダイエットにはもってこいの食べ物なんですね。また、スイカは見た目の割にカロリー、糖質が低い食べ物で、100g あたり約 37kcal、糖質 9g しかありません。他の果物と比べてみると、同じ 100g あたり、リンゴでは約 61kcal、糖質 14g、バナナでは約 86kcal、糖質 21g とスイカがいかにヘルシーかわかりますよね。スイカの効果3つ目です。アンチエイジング効果。スイカといえば、あの鮮やかな赤色が特徴的ですよね。実はその色素成分には嬉しい効果がたっぷりなんです。スイカの色素の元はリコピンとカロテンと呼ばれる成分。あれ、なんか聞いたことあるぞっていうふうにね、思った方もね、いらっしゃるのではないでしょうか。リコピンは有名ですよね。トマトに豊富。で、カロテンは人参に豊富。これはどこかで聞いたことあるのではないでしょうか。このように緑黄色野菜、色の濃い野菜に豊富な栄養成分が甘いあのスイカにも豊富に含まれているんですね。そしてリコピンとカロテンはカロテノイドと呼ばれる色素成分が体の酸化を防ぐ作用が高いと言われています。
つまりあらゆる老化を防ぐ効果が高いんですね。なので見た目の老けだけではなく、病気や代謝の低下を防ぐ効果も期待できるんですよ。またスイカには美容ビタミンとして有名なビタミン C も豊富に含まれています。そのイメージ通り、ビタミン C は美肌に効果を発揮するだけではなく、代謝の維持や免疫力アップに効果的な上、リコピンとカロテンと同じく抗酸化作用が高い成分なんです。このようにスイカは細胞レベルでアンチエイジング効果を発揮してくれる食べ物なんですね。ただやはり食べ過ぎには注意が必要。しかもほとんどの人はスイカの効果を最大限活用できていないんですね。ということで、続いては効果的なスイカの取り入れ方のポイントをね、3つご紹介していこうと思います。スイカの取り入れ方のポイントの1つ目です。適量を意識する。いくらヘルシーでダイエット、美容、健康に嬉しい効果がたっぷりのスイカであっても、先ほどお伝えした通り、もちろんですね、食べ過ぎは NG でございます。なぜならスイカに豊富な果糖は中性脂肪としてストックされやすい性質があるからです。ではどのぐらいの量が適量なのかというと、1日につき1切れ、2切れ程度までがおすすめです。皆さんもね、経験あるかもしれませんが、冷たいスイカを一気に食べ過ぎると消化不良を起こす危険もね、ありますからね。スイカの取り入れ方のポイント2つ目です。おやつの時間までに摂る。カロリーや糖質が低めのスイカとはいえど、夜遅い時間帯にとかね、寝る前に食べると太っちゃうっていうリスクももちろんあります。特に深夜の時間帯はおやつの時間帯に比べると20倍も太りやすいと言われているんですよ。これは BMAL1 という時計遺伝子が関係しております。というのも、この BMAL1 は脂肪の蓄積を促す作用があって、おやつの時間帯は分泌が少なく、深夜の時間帯は分泌が多いからです。なので糖質を含むものというのは午後3時前後のおやつの時間帯に食べるのが最も太りにくいんです。また朝や昼などの日中は夜に比べると活動量が多くなりやすいので、スイカの良質な糖質をエネルギーとして消費しやすいですよ。そのためスイカを効果的に取り入れるためには午後3時のおやつの時間帯までに食べることがおすすめです。スイカの取り入れ方のポイント3つ目です。皮も活用する。スイカの皮って捨ててしまっている方がほとんどではないでしょうか。しかし先ほど代謝アップに効果的とお伝えしたシトルリンは果肉よりも皮の部分に約2倍も多く含まれているんですよ。なのでダイエットや健康のためにはスイカの皮も取り入れることがおすすめです。ゴミが減ってスイカを丸ごと活用できて一石二鳥ですよね。ただ当然ながら皮の部分をそのまま食べても美味しくございません。しかし今からご紹介するこのレシピなら皮も美味しく食べられますよ。ということで、最後にスイカの皮を使った簡単で美味しいダイエットレシピをご紹介していきます。スイカの皮を使ったダイエットレシピです。漬物2つですね、2種類で、今回は残暑がね厳しいこの時期でもね、さっぱり食べられる漬物2種類っていうのを選んでみました。本当に簡単に作れるので、ぜひ試してみてください。ちなみに皮も活用したいときは、果肉の部分のみ清潔な包丁やスプーンで取り除いておいてくださいね。赤い身の部分は残っていても美味しく食べられます。むしろ少し残すようにすると色味も味わいも良くなっておすすめです。反対に一番外側のツルツルした皮の部分は味なじみも食感も悪くするので、ピーラーで取り除いておいてくださいね。では材料はこちらです。スイカの皮のごま酢漬け、スイカの皮 200g、 塩 4g、 すり白ごま大さじ1、酢大さじ1/2、スイカの皮の醤油漬け、スイカの皮 200g、 醤油大さじ2、酢大さじ1、ごま油大さじ1/2、使
作り方は先ほどお伝えしたように外側の部分を少し剥いて下処理したスイカの皮を一口大にカットして調味料と混ぜ合わせるだけ。1時間から2時間ほど漬ければ OK です。冷蔵保存すれば3日から4日ほど持ちますよ。もし青臭さが気になる場合はごま酢漬けの方もごま油をプラスするのがおすすめです。一味とか鰹節などのトッピングを加えても美味しいです。他にもダイエットや健康におすすめな簡単作り置きレシピはこちらの動画でご紹介しているので、ぜひ概要欄からクリックして参考にしてみてください。作り置きの痩せる常備菜、簡単3分なのに低糖質で栄養たっぷりおかずという動画です。その他にも私の食べて痩せる食事法を3ステップで学んでやってみて、ダイエットから卒業していきたいという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。概要欄からポチッと友達追加してあなたのダイエットにぜひお役立てください。今なら期間限定でこういった書籍とか私が普段食べているレシピとかもプレゼントしております。ではチャンネル登録・高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師のまったりえでした。じゃあね、バイバイ。